サビクイビスコは、コブ、クボシンジによる日本のライトノベル。イラストは、赤眼系、世界観イラストとしてもか。電撃文庫より2018年3月から、刊行されている。第24回電撃小説大賞の、銀賞受賞作。防衛兵器の暴走によって文明が崩壊した、未来の日本を舞台に、サビ風と呼ばれる現象に悩む人類と、それに対抗する力を持つ。 キノコ守りの青年の活躍を描く。3巻までで第1部巻としている。2021年10月時点でシリーズ累計発行部数は30万部を突破している。2019年版、このライトノベルがすごい。では総合と新作で1位にランキングしており、このラノとしては初の快挙を達成している。メディアミックスとして漫画アップにて、 高橋雄介によるコミカライズが行われ、川本啓介の朗読でオーディオブック化されている。2021年にはテレビアニメ化が発表された。防衛兵器の暴走によって文明が崩壊し荒野や砂漠が広がる未来の日本。すべてを錆びつかせる錆風が猛威を振るっており、人類もその風によりだんだんと錆びついていき、やがて命を落とす錆びつきに悩まされていた。 サビ風の原因は、キノコの奉仕とみなされ、キノコの扱いに長けた、一族キノコ守りは、迫害を受けていた。しかし、実際にはキノコこそが、治らないまでもサビ付きを抑える効果があった。世間の風評を気にせず、サビ対策で各地でキノコを生やす、キノコ守りの少年、赤星ビスコは、そのために騒動を起こし、通称、一食いだけとして、 検証金をかけられるにまで至ってしまっていた。そんなビスコの目的は、キノコ守りに伝わる、冷薬キノコ、サビクイを見つけることであった。恋の幸は、テレビアニメ版の声優。元はゲーム会社のプランナーをやっていた小袋が、体調を崩し、その療養中に書いたのが本作である。シーナ誠のファンで特に小学生くらいの時に読んだ、SF 小説。 アドバードに強い影響を受け、以降、漫画でもゲームでもポストアポカリプスものを好むようになったという。一般にディストピアを描くと暗い印象になり、鬱屈した主人公になりやすいところ、シーナ作品では邪悪に見える生き物も含めて躍動した生命力を感じられ、同様にコブクボは、小袋は世紀末で生きるも悲観野郎たちに生命力を感じるという。 マットマックスイカリのデスロードのボーボーイズの生き様のように善悪を抜きにした生命参加をポストアポカリプスものでは感じることができそうした作品がいつかかければと憧れていたとコブクボは述べている他にも世界観としてはナウシカの漫画版に影響を受けており特に終盤のナウシカが自分たちを肯定するためにシュラとカす経緯が好きだという実は 第23回電撃小説大賞にも本作の前身となる作品、松竹守の西垣を応募しており、主人公、西垣ビスコの武器が銃で、それを使ってキノコ栽培をしていた。その主人公の名前とキノコが本作に受け継がれている。キノコである理由については、善悪のどちらの印象もなく、ただ生きているという純粋な印象を、コブクボは持っており、中立かつ、 生命力を感じるキノコが本作のモチーフにぴったりであったと語っている。また、銃においては威力が個人の力量では変わらないことから、より個人の力が反映されやすい弓へと変えたと語っている。オーディブルにて、河本圭介の朗読で2019年12月6日よりオーディオブック化され配信、2020年11月時点で4巻まで発売されている。 オーディオブックとは別に書籍の PV として YouTube の公式電撃文庫チャンネルで電撃文庫朗読してみたとして2021年6月22日より約8分半の鈴木亮るによる朗読が配信されている2021年3月開催のイベント角川ライトノベルエキスポ2020内にて発表された2022年1月より放送予定 ありがとうございます。